この度はミクチャーで激うまオムライス食べたいムンネートさんは1位を体感しましたね。でこの1週間ですが、やっぱシャルチャンネルね、ムンネートさんのミクチャーをやりつつ、まあ、ライブ配信をねやっていて、もうちょっとね自分の視聴者さんをね大切にしてくれっていうようなやっぱ声を いただいててね、ちょっと皆さんに迷惑かけたなって思っております。ですが皆さんのねあのご協力あって、ムンネットさんなんとかねあの激うまオムライス食べたい1位取ることができましたね。シャルオツチャンネル代表者としてね、お礼を言わせていただきたいなと思います。この度は本当にありがとうございました。ムンネットさんは火曜日からあの毎日ライブ配信されて、ね、仕事がある中ね、やっぱ1日2時間やっ てすごい大変だったと思います。あで金曜日とかもちょっと長くやって、まあ昨日昨夜は4時間でしかもね今日も仕事があるっていう中ね、うん、で本当に大変だったと思います。ちょっと正直私個人の感想なんですけど、水曜日か木曜日の時点で2位の人からね1位に抜かれた時、まあファンがねやっぱあっちは1000に対してこっちは100いくつしか出てなくてね、もうやっぱ勝てないだろうななんて思ったんですけどね、やっぱ私としてはあの2人からねいつもねあの心明るくさせてもらってるんで、やっぱなんとかしてでもね2人に最後笑ってほしいなってねいう気持ちでね、まあもう本当は10万ぐらいしょぼうと思ったんですけどね、ちょっとすごいそれをやっぱ倍にするような額をねちょっと投資させていただきました。で、うん、であのね最後に本当にねいや自分も怪しかったんですけど、相手は18万から、ね、ちょっとやっぱ26万まで上がってきて、やばいなって。でもなんとかね最後はねあの全部秒単位でねでのやっぱ争いで、なんとかね最後うちがね逃げ切って勝つことができました。これはシャレオツチャンネルの皆さんではなくね、ムンネートさんのファンの方々だけでなくねちょっと論外すぎるやつが、まあ、2人いましたけど、もうこれはもうムンネートさんお二人のね出した結果だってね私はね思いたいなと思います。もう最後ねリノさんが静香さんに抱いてこうやってやったのがもう本当になんか感動しました。もうあれが見れてねシャッターチャンス取ろうとしたんですけど、私はこういう時に限ってうかうかしてたもんでね、あくそって感じでしたね。まああとねちょっと個人的なことがねありましてね、まあちょっとねメッセージをいただいて、もうすごい嬉しかったなってことがありましたね。私源の義経になれたんじゃないかなって、すごく思っております。で皆さん今夜ねムンネイトさん激うまオムライス食べたい1位のね多分祝杯やるんで、シャルヨチャンネルねみんなでお祝いしに行きましょうってことで、ご視聴いただきましてありがとうございました。今日日曜日のシャルオツチャンネルは活動を停止させていただきます。私はもうこの部屋をきれいにしてねしっかり祝杯できる準備をしたいなと思います。何を言いたいかというと、もうここをどうにかしたい。はい、シャツ。